南北戦争中の北軍第15軍団は、ユリシーズ・グラントとウィリアム・シャーマンが、司令官を務めたテネシー軍に所属した軍団である。1862年12月18日、グラントのテネシー軍は4個の軍団に分割された。すなわち、ジョン・ A ・マクラーランドの第13軍団、シャーマンの第15軍団、スティーブン・ハールバットの第16軍団、 およびジェームズ・マクファーソンの第17軍団である。1863年5月18日から7月4日のビックスバーグの包囲戦でも引き続きシャーマンが軍団長を務め、シャーマンがミシシッピ方面軍司令官に昇進した後は、ジョン・エイ・ローガン少将が軍団長として1864年5月7日から9月2日のアトランタ方面作戦に参加した。 続く海への進軍では、ピーター・オスターハウス巡将が軍団長となったが、カロライナ方面作戦では再びローガンが軍団長に復帰した。その後ローガンがテネシー軍司令官に昇進したため、ウィリアム・ヘイズンが最後の軍団長を務めた。第15軍団の起章は、縦に弾薬箱が描かれており、中央部に軍団のモットーである40発が記されている。 この気象とモットーは、西部戦線で活動した第15軍団と、東部戦線で活動した第12軍団のライバル心から生まれたものである。西部戦線と東部戦線の兵士が出会った時、第11軍団と第12軍団の兵士たちは、それぞれ三日月と星型の気象をつけていた。第15軍団の気象は何かと尋ねられた時、 あるアイルランド系の兵士が、星と月だって確かに、チャンセラーズビルから家に帰る道を探す時には、ニューヨーだなと言った直後に、彼の弾薬箱を叩いて、これさ。これが、第十五軍団の希少さ。十八箱入りの弾薬箱がなと答えた。この話がローガンにまで聞こえ、直ちにローガンは兵士たちに回覧を出した、以下が、第十五軍団の希少に関する通達である。 布、または金属地に小さな黒い弾薬箱を描き、弾薬箱の上に軍団のモットーである40発をスタンプするか刻印すること。ありがとうございます。